の裏側、魅力あふれる沖縄市コザを紹介します。コザの裏側、定番からディープなところまで地域のみんなもひっくるめて楽しくお届けしますよ。とにかく見ればわかります。コザに遊びに来たくなっちゃうよ。コザの裏側、宮島真一です。ミトリです。みんな元気？元気。コザの裏側、今日も元気たっぷりでお届けしてまいります。はい、今回のテーマはですね、ちょっとこれ皆さん耳を疑うかもしれないですけれども、先に言っちゃいますよ。言っちゃいますですよ。言っちゃいますですよ。はい、コザをニューヨークにします。はい。は？俺ニューヨーク行ったことない。私もない。みんなある？ないはず。多分映画の世界とかそんなんで、あ、まあ、確かにイメージはなんかあるかもしれないけれども、なんか急になんでか？それだからみんなで一緒にイメージしたい回にしたいの。いっぱい都市があるでしょ、うん、なんでニューヨークかってところも気になりますね。キーワードは看板。看板Take a look せーの、にゃん。さあやってまいりました、みんな大好き中央パークアベニューに今私いますけれども、久しぶりのロケって感じがしますけれども、今僕の後ろに皆さん何が見えますか？看板があるね。そう、今日はですね、1960年代以降コザにはいろんな看板ができたというところで、一つまた新しい取り組みをしていこうということで、看板にフォーカスしていきたいと思います。今後ろにあるのはプレイヤーズカフェ、いつもねコザの裏側をねロケ撮影しているところですけれども、その上にホテルができてますね。そのホテルの看板がなんとあんな感じの、まあ、ネオンというかね、電球がブワーッと、ちょっとつけすぎじゃないネオンっていう感じで、いろんな看板を見に行きたいなと思います。レッツゴー。なんかかっこいいよね。だからもうイメージはそのニューヨークっていうことでしょ、しげさんね。ニューヨークのブルックリンとか。ブルックリン行ったことないけどね僕。でもほら映画とかで見るじゃない、こういった感じの看板ね。なんか映画館とかもこんな感じのとこあるもんね、あのブロードウェイとかね。でここは FM 講座、かっこいいじゃない。でその隣にまた別の入り口がありますけど、それがまたトリップショットホテルズ講座のね、レッドルーム、レッドルームのちょっとなんかいやらしい感じだよね。テーマがですね、うん、下品に美しく、下品に美しい。なんかさ赤と黒ってさ、なんかこうあのつなぎのさ下着みたいな、わかんないけどすぐそばこの数字いったところにもう一つ看板できてたよね。あの三角看板、三角看板これですよ、見えます、うん、こう三角看板作っちゃったね。これもまたもう一つあるブラックルームという部屋の看板を作っちゃったのね。クイズ、三角看板とは何か後半でもう本当にこの交差点どころにいろいろ看板作ってるんですけど、ここのセントラル、この看板自体は実は最近作ったわけじゃなくって、本当1960年代にあった看板そのまま生かして、ここまたホテルの入り口になってるんですけども、この看板をそのまま生かしてます。ちょうど今この季節ね、イペイの木がねちょうど花が咲いてますけどもね、この黄色のお花の向こう側にまた黄色い看板、懐かしいね。これ知ってる人は知ってるけどね、これアーモボックスって昔ね、みんながよく買い物に来てたね、洋服ね、ジーパンとかさ、Tシャツとかいっぱい売ってたんだよね。さて、ここだ。これね、アレックスカスタムテイラーって、これね、ちょっとあのこの屋根の工事があって、それで剥がしたのね、一部ね、その時出てきた昔の看板、直書きなんだよね、これね。だって看板じゃなくてその壁にそのまま直接ペイントしてお店の名前を書いてる。それはなぜか、クイズ、なぜ直書き。後半でさあここなんですけどもね、このオリオンって書いてるじゃない、これ多分残しだよね、昔から。残しね、うん、クラブオリオンだったっけ。そう、ショークラブオリオン、ショークラブだから、まあにぎわってた感じ、スケート場っていうの、だから今からアーバンスポーツっていうのがね来ると思いますけども、ここが今コザの発信地になってますから、これもね古き良きものを残してこれから新しいものを作るっていうねメッカになりますよ。まあこの看板ももちろん古いですよ、もうだからこっちも復帰前、復帰前もう70年になる、テリアリンスケさんの時代からきっとやっている木楽器店ね、ここでみんないろいろお世話になってるミュージシャンはね、このテリア楽器店の看板が上の方にあるから、ちょっとじゃあ引きで見てみる、はい、やっぱりこうあれだよね、ちゃんとアルファベットの表記があるっていうところが小ざらしいっていうかね。
まあ、キーワードはニューヨークかもしれないけれども、うん、例えばこう華やかな感じで言うとベガスとかもそうじゃん。ベガス、もうこんなもんじゃないよ。ベガスめちくちかするから本当にね、うん、だからこうそうだからこう見た目のね、こう歩きながら車で通りながらもうおっていうのはやっぱりその明かりだよね。それを意識していくってことね。そうですね。面白いな。これ増えていこうっていうことよね。まあでも本当に目で見えて分かりやすいじゃない、うん、一番看板って。そうですよね。そう、何やかな、何してるかなってまず高校と光ってたら目いくさ、うんうんうん、っていうところで言うと、うん、まあ、確かにこう着目すべきは看板だったのかなって感じはするよね。なるほど。一番最初に何やかなって探すとき看板探さん、うん、ね、ちょっとこの回はあの広告代理店の皆さんみんな見てほしいね。はい、ゲート通りにやってきました。ここが、まあ、いわゆるそのメインストリートと言ってもいいよね、嘉手納基地の、ね、ベースの入り口ゲート2があって、そこ通ってるこの道が約400メートルぐらいあるゲート2ね。さあここからまたいろんな看板が出てきますけれども、先ほどのクイズのね答えはこの先にあるあるスナック喫茶にあります。そこまで行ってみましょう。レッツゴー。ロックダーツブースバーサイドドア、かっこいいね。かっこいいね。これもちょっとエロい感じじゃない。夜の街をここ歩くとこうやってねどんどんネオンがついてきて、ボンベイテイラーズ、あそこも行きましたね。懐かしいね、サンドッチ屋さんができてるんですよね。そうだ、ここまだ行ってないね。まだ。ホームメイドブレッドサンドウィッチズ、なんて言うんだろう、スティッキーウィッチ。あ、これ今度行かなきゃね。かわいいね、かっこいいね。かっこいい。わお、成り行きでサンドイッチを購入してみました。看板ここさ、この新しいサンドイッチ屋さんのこれ、もともとねお土産屋さんだったんだよね、急なギフトショップ。これはまた惜しまれながらね、この急なギフトショップもね閉めてしまいましたけども、その店舗そのままサンドイッチ屋さんになってます。看板もそのまま残してるっていうところに何か愛情を感じますよね。これができたサンドイッチね、いただきます。顎壊れる。さあクイズの答えここで紹介したいと思います。その先ほど言った三角看板だとか直書きの看板、もうコンクリートにねそのまま壁に作って書いてましたけれども、これねちょうどこの三角柱みたいな感じのデザインになってるでしょ。答えは台風の風よけね。台風によってどんどん毎回台風が来るたびに看板が飛んでいくことをこれでどうにか防ごうっていうんで、三角にすることで風のこう通り道というかね抜け道を作ったことによってこれずっと残ってる看板なんですね。あと直書きっていうのももう吹っ飛ばされるの嫌だからもう直に変えちゃえっていうのが、それまた台風が来ることによって生まれた直書き看板ということでした。スーパーしげさん使った小座街歩きガイドみたいなのもやってるでしょ、はい、やりますね。その中でさ、こう看板の話しません？するする。例えば、ね、ゲート通りなんか歩いてると、そう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 、プリンスさんとかね、うんうんうん、ずっと残ってるんだよね。あれ唯一って言っていいよね多分。あの三角看板っていうの？そう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 、うん、あれこう私はよくこの昔の映像とか、うん、こう写真とかでこっちもあるけどさ、あるね、こういうやつはなんとなく見たことはあったんですけど、うん、まだあの時の時代のまんまっていうかさ、こうずっと残ってるのもなんか面白いなと思いますし、時代をこう感じられるっていうの、なんかこう歴史から学べるところもいっぱいあると思うし、うん、これをこうリバイバルする楽しみ方っていうかね、うんうんうん、でなおかつそれをこうニューヨーク化計画っていうような言い方をして遊ぶっていう ね、なんか一応ニューヨークなやって言ってこう笑ってる感じも、うん、これをこう提案してるシゲさんは活力にしているらしいので、うん、らしいよ変態だなと思って。はい、こちらもまあゲート通り、ここからもう本当に100メートル行かないぐらいのところに嘉手納のゲート2の入り口があります。歩いてきて、まあ、例えばあそこの基地の中で働いている人たちは週末遊びに行きます夜ね。そしたらここにファーストチャンスっていう看板がありますね。ファーストチャンスという、まあ、これ飲み屋ですよね。一度行ったよね、だいぶ前ですけれどもね。このファーストチャンスでまずは
一杯飲んじゃう。最初のチャンス。最初のチャンスね、ファーストチャンス。いっぱい遊んで、あと一杯行こうよってなったら、ゲートに帰るときね。ゲートに帰るときに、もう一杯、ラストチャンス。もう一杯ラストチャンス行こうよっていう、このなんかね、センスがいいよね。さあ、最後に紹介する看板はこちらです。アビーロードのコーヒー屋さんね。アビーロードという名のコーヒー屋さん。ここはちょうどゴエクグスクがこの通りのすぐ先にあるんですけれども、まあ、ちょっとネオン風な、ね、デザインですけれども、まあ、ここからまた看板のコザのね、看板文化を広げていこうというんでね、のろしを上げたところといっても過言じゃないでしょうね。よし、今日はコーヒーを飲まないで帰ります。昔そういうこのコザの入浴化計画みたいなのは一回案として出てたらしいのよ。らしいね。だけど何かのでポシャって、うん、またそれをシーゲーさんが提案して、実はこんなんあったんだよって言ってたらしいんですよ。やっぱこう考えること感じること一緒なんだからさ、かもしれないね。みんな同じなんだぜね。でこれを今回はだからこの夢物語にするんじゃなくて現実にしていきましょうってことで、うん、少しずつ看板からね、うん、まずは始めていきましょう。ネオンサインからね、うん、あの看板作るのがゴールじゃないからね。そうだった、忘れてた。ダメだよ。 何もかも看板にすればいいってわけではなくて、中入ったらほん入浴化計画、うん、まあ、ああいうことだよね。そうこう、うん、まあ、もちろんアートも含めて、うんうん、この人の生き様が見える街にするっていう。そうそうそう、そうね、うん、だから見た目とこれからの物語を想像する仲間を僕らは応援したい、うんうん、ね、でまずは取っかかりの一つとして看板っていうですね、まあ、分かりやすいところで言うとね。いやちょっとワクワクしますね。ワクワクしてきましたよ。いやいいね。なんかこうちょっとみんな乗っからない、これいいかも、ね、自由の女神像みたいなの立てようよ。誰がいいかな。ラボみたいな。ラボじゃないよ。じゃないよ。どっかに似たようなのありそうだけどさ、探したら。ヒヤゴンあたり。アンディ・ウォーホールです。どうしようかな。どうしようかな。バスキアです。いいね、いいね、いいね。いやいろんなキーワード、夢出てきましたけれども、面白いね。なんかここまで行った方が面白くない。うんうんうん、なんかさ、うん、多分揃ってるっていうか、あのやればできるんじゃない。できそう、うんうん、宮島さんが嫌いなポテンシャルは持ってると思う。ポテンシャル。わったわったわった。ダメですよ。やめて、 F ワードやめてください。そうね、あのみんななんか持ってると思うよ。なんかだってお店も増えてるし、うん、どのように楽しんでもらえるのか、楽しませたいっていう人たちが多分小座に集まってきてる。まあ確かにそれはなんかその、うん、表に出る出ないとかの話じゃなくて、その人、うん、個人的に持ってるなんか感覚なような気はしますね。そうね、うん、なんかまあ触れるなり触れさせるっていうようなきっかけタイミングっていうのはちょっとこの番組でも応援したいしね、思うよね。いやニューヨークって行ってみたいね。だからさ、寒いかね。そっち。この季節にいたらちょっと寒いかもしれないけど、うん、なんかそんな感じで、まあ、ニューヨークでは全然ないんですけど、うん、あの東京のお土産をいただけまして、あ、まあ、これは嬉しい。日本のニューヨーク的な、知らんけど。なんかね、さっきあのギャラリーに来てくださいまして。そうなんです、東京土産っつって。私これね、以前あの誰か忘れたけどもらったことがあって、うん、美味しかったんですよ。食べよう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 、こんな気持ちですっつって。いや、この方はね、さっきあのシアドに映画、テンルームスを見に来てくれたですよ。そうなんだ。テンルームスも、うん、言ったらコザで作った映画で、ニューヨークっていうよりもだからまあコザの映画だけど、はい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 、映画作ってるんだぜこの街でっていう。そうだよね、アートにつながっていくわけですよ。だってそれこそさ、あの1個前先週のやつとかさ、うん、クリエイターズルームとか工芸フェアとかさ、ね、やっぱアートが似合う街だしさ。そう、確かにニューヨーク化計画、あながちなんか、うん、あの夢物語じゃないかもしれないっていう。そうね、できるよ。蜂蜜&ゴルゴンゾーラめっちゃ美味しそう。美味しそうだね。これはちょっとわわわワインが合うのかな。わわわワイン、うん、いいじゃん。もうね、ウイスキーよりもわわわワインがいいかもしれない。あ、泡盛りでもいいかもしれない。なんでもいいやし。なんでもいいんじゃん。いいですね、おいしそう。あ、おいしそう。すいません、いただきますよ。俺ももらうよこれ。
いやいいね。でもこんなことをこう語り合いながらいい、ね、こう本当にそこに向かってこう実現し、うん、こういうのってさ口に出さんとさ実現しないわけ。そうなんですね、うん、だどん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 こう声に出して口に出して、うんうんって言って笑ってるかもしれないけど、ね、頭のここになんか多分残ってるから残ってる、ね、なんか誰かと話したきっかけ、そういえばシーゲーさんがあれそういえば小座裏でとかねニューヨークの話してたなみたいなのがつながってつながって何か面白いことが起こることはあるからさ、 やっぱり、ね、皆さんどんどん口に出して いきましょうよ。そのそう今日のエンディング曲はエイウェッチでかけられないっちゅうだから口に出してみんなチェックしてみて、かっこいい曲だから。でもこれ、実はですね、今日が3月最後の。うん。で、4月、まだ決まってない。ちょっと待って、最終回の回、ちょっと待って、ゴルゴンゾーラとか食べてる場合じゃない。ちょっと俺らにもスケジュールがあるよね。あるよ。うん、ガラ空きです。